ました。みんな役割があるんだと。足りないものを分かち合って補い合って生きていると、それなら私の空白は誰かが埋めてくれるはずで。聞こえますか、その誰かさん。言葉だと、みんなそうやって生きてると、喜ぶ顔が嬉しくって、必死で役を演じました。呼吸さえも忘れるほど。路地裏のゴミ置き場、雑に捨てられたランドセル、笑う時すら周りを気に